皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。嫁企画合同総合会、ご覧のような感じになっております。はい、もうシロワークスさんも函館からやってきております。はい、旭川から、おっちゃんワークスさん、こちらはコペンチームですね。はい、クラシカルな、そして先ほど鬼のような加速をした、まだ未だにちょっと僕呼吸困難になりそうな、コペン君です。ちょっとあの加速にはちょっと僕の心肺機能が追いつかないと、そういった、車でした。はい、GR コペンさんです。はい、ここからは S6 コーナーになります。もうこんな感じで S6 君がずらっと、はい、いやあと、はい、まあ、こんな感じで、あら、ホイール変わった。あ、ホイール変わってます。はい、アドバンレーシングで、タイヤが芝タイヤですね。あれ、あ、ここにもアドバンレーシング TC4 というホイールが、このまた人気ですね。はい、伊達からお越しのキヨさんの、時々ねよくお会いするんですね。はい、いつもこれが気になります。はい、我が嫁企画合同総合会の総務部長という立ち位置でありますが、なんと最近なんかすごい車を、ちょっと印鑑をしちゃったと、言っております。納車が 2,3 年後だと言っております。さあ何でしょうね。はい、はい、この中で一番お金がかかってるんではないでしょうか。はい、もうエアロパーツてんこ盛りの、イエモンさん、イエローモンスターという、S6 君です。そうですね、この前一緒に十勝サーキットを一緒に、走ったメンバーでもあります。はい、嫁の S660 君です。最近あの座席になんか変な色がついて取れないって、泣いてましたが、僕の車じゃないので、どうでもいいです。はい、嫁企画合同総合会の中でもついに、我々のサポートカーというのがつきました。和立さんの、ホンダ、ホビオ君です。大活躍です。まだ何も積んでおりませんが、今後ガソリンとか、スペアタイヤとか、予備パーツとかそういったものを積んで、一緒にサポートカーとして、サービスチームとして、またあの活躍してくれることを、期待しております。まあ、こんな感じです、ずらーっとね。はい、はい、こんな感じで。はい、こんな感じで、で最後に僕の先導車を務めます、僕のアルトワークス。お、本当だ。はい、まだタイヤが全然 OK です。あ、何かありました。4毒になってる。え、4毒になってる。本当に。あ、これってコペン君ってもともと何だっけ。普通ですよ。リシット。おー、すげえ。え、4輪独立。え、マジに。ちょっとすいません、コペン君って後ろリシットなの。え、お、ちょっとこれ撮れるかな。すみません、今ちょっと、これもうあの撮影事故っていう感じで、皆さんがねよく見つけました。ちょっと下を覗いてみましょう。四輪独立剣が仕様だそうです。こんなキットあるの。あ、そうなんですか。あ、なんかもうマフラーが、これを見ていただいてコペンオーナーの方、コメントいただければ四輪独立になってるんですか。あ、すいません、こちらに同じ方の GR コペン君があるんですが、ちょっと見比べてみたいと思います。え、これ一緒じゃない。あれ、これもセンターにビーム入ってるね。ビームが入ってるからちょっとどうなんだろう。あ、なんかビームが入ってる。これ、あ、なんだっけ、アイソレーションじゃなくて、あの、トーションビーム型とか。
はい、ということで、まあ、ちょっと僕もコペン君は詳しくは分かりませんが、当然皆様がワオワオと言いましたので僕も慌てて撮影しました。いやー、すごくすごい加速のコペン君です。びっくりです。やれやれ。はい、ということで、ちょっと周りの景色を撮ってですね、終わりたいと思います。ここは北海道洞爺湖にあります道の駅洞爺。ここで今ちょっとね、トイレ休憩とやっているところです。今日はちょっと残念ながら、少し雲がかかってるんですが、これが、北海道でいう蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山であります。今日はここまで、皆さんと一緒に、嫁企画合同走行会の、ドライブを、楽しんでいるというところであります。それではまた。